はい、どうも皆さんこんばんは、KMX と申します。初見さんは初めまして今回は、マリオカート8デラックスのですね、200cc 限定で全レース解説できるところは後付けで徹底解説やっていきます。マリオカートスタジアム1レース目から走っていきたいと思うんですけども、まず初っ端ピョーンとジャンプ台へですね、ひとっ飛びできる 200cc ならではの限定のノーアイテムショートカットがあるので、初心者の方もちょこっと練習すれば、まあ、簡単にできるようになりますから、ぜひねタイムアタックとかで練習してみるといいかもしれません。そして1周目と同様、2周目もウルトラミニターボまで貯めて解放することによって飛距離をね伸ばすことができます。いや、2周目はダートカンだからね、ジャンプ台ニスクは失敗して、まあこのマリオカートスタジアムはですね、いろいろ細かいなショートカットが 200cc ではね簡単にできるといった、まあ、特徴のあるコースですね。さあ、裏に勝ちも押しマルクスのアイテムをですねそのまま持ち続けてゴールしたいところなんですが、赤コーラがですね全く追いついてないせいで、早いタイミングでクラクションをね使ってしまったせいで被弾してしまいましたね。なので 200cc でクラクション使う場合はですね、ちょっとバックミラーをちょこちょこ見ながら確認してね使うと、まあ、確実にアイテムをねぶち壊せるのかなと思ってます。で、リクエストが清水さんから今回一発目いただきました。ありがとう。独自の偏見で構わないのですが、思わず二度見してしまうようなカスタムでお願いしマルクスと、クッパがこの可愛いね猫クラシカルに乗っているというギャップで、まあ、簡単にね独断と偏見で選びました。ありがとうございました。いつも動画を見てます、ありがとうございます。いや、嬉しいね、わざわざスイッチのニックネームで教えていただけるのは。ということで間違った2コース目はですね、まあ、気が早くなってるけど 200cc のミュージックパークということで、また新たなですねキャラクターとカスタマイズとともに走っていきたいと思います。うわ、ピアノのさ鍵盤のイン付きなかなか良くなかったですかね。理想はですね、まあ、ウルトラ1本でもいいですし、 200cc の場合はスーパースーパーの2連発で鍵盤自体のイン攻めをするのが、まあ、僕的には最短ルートかなと思ってるんですが、うん、でこの後、まあ、本来はねタンバリンでショートカットがそのできるんですけども、やっぱ1周目ということもあってコインがねやっぱり不足してるじゃないですか。だから、まあ、コインを優先的に集めつつ、あとは最短ルートを走っていくといった立ち回りですかね。そしていよいよお待たせしました、2通目のですねリクエスト。もう最近本当にありがたいことにコメントがね、まあ、たくさんあるの でここもグライダーねしっかり乗って、あ、軽減になりましたね3打で。賞金首1円、安すぎ、初コメですと、カスアートさんからいただいたんですけど、メタルマリオでパタテンテンローラータイヤ、カイトは特に書かれてませんでしたが、このカスタマイズで1位ね無双したいと思います。ここでトゲゾウが来たんですけど、いやーこの後ですねとんでもない、神調整、ある意味神調整でですね、ちょっと見ててほしいんですけど、落ちたー、グライダー若干通過してしまったせいでですね、落下したんで抜かされつつもあるんですけど、このタンバリンのショートカット大活躍でダート若干噛んで1位みたいな、まあ、そんな感じのレースになりましたね。いやー調整が難しかったな。よろしくお願いしマルクス、来ましたね。いや最近ですねコース名間違えてコメント欄でねヨッシーサーキットと間違えられて指摘されたので、今回ヨッシーバレーだね、はい、今度こそ間違わずに言えましたと。で、自分の中でマイルールをね作っていて、1周目だけこの大砲ルートを使ってコイン4枚とアイテムを取ることをね、まあお約束してます、もう自分の中でですね、はい。で、今回もリクエストどんどんやらないと追いつかないので、早速紹介していきましょうか。いや、なんかコーヒー豆に見えた、ナキコンさんからですね、カロンの空豆で一番でかいタイヤを使ってほしいですとコメントがありましたので、タイヤに関してはね2種類あるんですけど、1つ目はね今回使っているワイルドホットですね。で、2つ目がまた名前似てるんですけど、ワイルドタイヤということで、まあご存知の方も多いと思うんですよ。マリオカート7でね、まあ愛用していた
方も大勢いらっしゃ、危ねえバナナ。いや色がさ地面と似てるからさ引っかかってもおかしくないんだよね。そしてテレサに奪われると、そこで盗まないでよ。いやだったらさショートカットのその 1,2 メートル前ぐらいで取ってほしかったよね。そしたら自然とその察知できたから。さあ残り1周ですね。もう喋ってるうちに 200cc ってそのあっという間に3周目に入ってしまうので、やっぱりねほんといろいろ解説したいなと思うと詰め込みすぎちゃ、はいケツどんまい悪い字、あなたはそこで沈んでもらおうかと。いや抜かれてたらねおそらく今回のこのヨッシーバレー1位はなかったのかなと思うんですけど、まあ奇跡的にねケツを食ってくれたんで1位フィニッシュという形の結果になりました。ありがとうございました。いやコメントね嬉しいよね、毎回毎回こう励みのコメントとかリクエストとかね。いやマジ嬉しい、こちらのセリフね、もうそれは来てくれてありがとう。さあ今回のね動画ラストレースにしたいと思います。ちなみに3レース目から、まあ、かなりですね時間が7時間ぐらい空いてしまったんですけど、まあそれとは別にね新しい部屋の方たちと楽しく走れるからすごく楽しみですということで、後付けなんですけどいかにも今から実況しますよみたいな感じで言ってますけど、ドラゴンロードですよろしくお願いしマルクスということで、今回最後のねリクエスト読んでいきましょうか。ありがとうございます、本当嬉しいコメント。にじますさんから友達にね紹介されて僕のチャンネル来てくれたっぽいんですよ。で内容がね初見でマルクスありがとうねゴビで、友達にね面白い実況者がいると、まあ、聞いたので見に来ましたと。いや面白いって言ってくれるとねすごい嬉しいね。最近動画のコメント欄でも面白いとかね楽しいとかすごい言ってくださる方が増えてとても嬉しいんですけどね僕も。で、まあ、カスタムのリクエストに入るんですけど、バウザートライクノーマルタイヤノーマルブルークッパダコですね。クッパダコは今回、まあ、目では見えないんですけど、まあ、実際に装備しているということで、キャラはガングロって言ったらおかしいかな普通のイカガールちゃんを使ってですね、インツキーね、これねチビ状態でも 200cc だったらですね、まあ、ノーアイテムショートカットできるんですけど、まあ、いかんせん今回のカスタムめちゃくちゃ重たいのでちょっとやっぱ不安定っていう要素もあるから、まあ、スルーしちゃいましたけど、さあゲッソーが来て何気にカーブ地帯だから曲がりづらかったけど、まあ、難なくね走れたんで OK フィニッシュありがとうございました。いや重たいねバウザートライク、まあ、その割にはですねめちゃくちゃうまい制御ができたのかなって、まあ、振り返って思いますね。皆さんはバウザートライクはね 200cc では絶対使わない方がいいです、まあ、むしろ使うな、もう注意喚起するわということで、今回の動画も4レースですね後付けでお送りしましたけど、何か気づいたらねコメントでどんどんリクエストまだまだ募集中ですので、書いていってくださいということで、このチャンネルではですね主に、まあ、200cc というねマリオカートの中では、まあ、かなり珍しいというか、まあ、ニッチな部類になると思いますので、まあ、200cc 今苦手だな、うまく走れるようになりたいなと少しでも感じている方いたらこのチャンネル一本見ていただければですね、まあ、どんどん走れるようになると思うので、ぜひこれからもよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。